にちは、みなさん。私のお名前はドラシャです。リュウと呼んでください。今日は、おいひんの週末限定のシカラーマーケットを紹介したいと思います。シカラーマーケットは、おいひんの有名なナイトマーケットです。ハンドメイド製品、あと作品がたくさん並びます。他のナイトマーケットはまた違ったおしゃれな雰囲気を味わうことができます。サッカーだけではなく、オープンガーデンのフードマーケットもありますので、散策だけでも楽しめるナイトマーケットです。私、ここに来ましたなので、人が少ないです。でも、夜になったら、にぎやかになります。ここは夜市のゾーンに変われています。ここはアンクイシアターと呼ばれています。半円形の屋外ステージエリアです。夜になったらライブがあります。ライブに見ることができます。こんな感じです。ここはアラモードアイディアショップと呼ばれています。家庭用医療品、アクセサリー、住宅品、お土産に至るまでの手作りアイテムのゾーンです。ハンドメイド商品なので、可愛いものがいっぱいあります。ここはクイーンシーンと呼ばれています。タイレストランと国際的なレストランゾーンです。いろいろな食べ物がありますよ。おいしそうですね。飲み物もあります。最後のゾーンです。アートゾーンと呼ばれています。装飾のための芸術のゾーンです。現在では外国人も多く来ます。夜の涼しいを感じるとハンドメイド商品を買って技術を見ていろいろな料理を食べることができます。皆さん機会があればシカラーマーケットぜひ来てください。最後まで見てくれてありがとうございます。今日はここまでです。